はいどうも、僕の名前はカイカイケル、ニアショウムラ大チャンネルです。ちょっと俺、オフシーズン手抜きすぎやな。この通常動画を上げるのも結構久々にもなりますし、その間にはね、ショート動画を上げたりとかはしてたんですけど、オフシーズン早々、休みすぎだな。はい、もうちょっと、気合を入れて、この YouTube 活動を頑張っていきたいなと思います。ということで、本日は予告通りですね、今シーズンの、大チャンネル、現地観戦ベスト3、それから、ワーストゲームベスト3。発表していきたいと思います。ベストゲームだけでもいいんだけどね。やっぱみんなでこの喜びを分かち合おう、会いたいじゃん、分かち合いたいじゃんっていうところでもあるんですけどね。やっぱり今シーズンも、様々現地観戦行ってきまして、まあベストゲームとねワーストゲーム、それぞれ決まったということで、それを発表していくとともにですね、ちょっとそれに合わせて今回ね、コミュニティの方で視聴者さんにもね、ベスト3、ワースト3、現地観戦の上げてくださいっていう風にね募集をかけまして、結構なねコメントをいただきました。まあ、それもね、随時発表していきたいなという風に思います。それではまずベストゲームからいきましょう。はい、今シーズンの現地観戦ベスト3第3位、ダン5月19日千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ファイターズ、ヒロミさんセット。はい、これが今シーズン現地観戦3位に上がってくるんですよ。あれれれれ、今シーズン俺現地観戦の中でたった1回だけさよなら、はい、さよなら見たの1回だけで、まあ、さよなら勝ちなんてそんな滅多に見れるもんじゃないじゃないですか。でもこれが3位です。今年は、今年に関してはさよなら勝ち、僕が現地で見た唯一のさよなら勝ちなんですけれども、それは3位ということでね、何がさよならを超えるんだと。ちなみにこの時ね、同行者というか隣席、隣の席がヒロミお兄さんだったんですけど、はい、ヒロミお兄さんが現地に来た時にヒロミがまた覚醒するっていうね、そこも非常に面白いポイントだったんじゃないでしょうか。すでに、ご存知の方多いかもしれませんが、ヒロミお兄さんはすでに引退されております。はい、ヒロミお兄さんはね、引退されております。はい、ということで、まあ、ヒロミお兄さんの話は一旦置いておきまして、続いて、ベストゲーム第2位、ドゥルル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 もうね、開幕シリーズで日本ハムに勝ててよかったなっていう。もちろん僕現地で今シーズンファイターズ戦3勝してるんですけど、その中にはね、5月にあったマリンでの唯一の勝ち越しですね。はい、5月18日に勝って、まあその前日はね引き分けて、でヒロミさんセットっていうのがあったんですけど、やっぱりこの開幕シリーズって僕気持ちが違うんで、はい、でね、開幕戦いきなりね負けて、ヒンダで負けて、あ、その次の試合どうなるのかっていうところでね、はい、ネフタリの初打点、移籍後初打点っていうのも見ることができました。何より種市投手圧巻のピッチングで、今シーズンファイターズ戦の初勝利を見れたっていうのがね、僕としては非常に嬉しかったです。これは結構レアっちゃレアじゃないでしょうか。レアチャーシューぐらいっていう感じで、現地観戦、第2位はこちらの試合でございました。続いて栄えある今シーズン大チャンネル現地観戦ベストゲームは、9月21日ロッテ対西武。はい、もちろんでしょ、もちろんよ。これはまあ9月21日ね、西武戦ということで、まあもちろんロッテが勝ったっていうのももちろんそうなんですけれども、この試合ね、まあ2対0だったんですよね。でまあ2対0ってまあ普通に、あ、ピッチャー陣抑えて、まあロッテの方2点ぐらい取って、あとは抑えたんだなっていうね、まあ勝利してるわけですから、まあ当然いい試合ですよ。まあ勝った試合全てベストゲームみたいなもんですから、僕の中では。ただね、この9月21日に関してはね、唯一の応援席じゃなかったんですよね。ほんと唯一なんですよ。この日を除いたら、僕今シーズンの現地観戦応援席、ロッテの応援席を解禁してるんですけど、唯一この試合だけね、プレイバイスポーツ様からのご招待でこの日試合行かせていただいて、なんつってもね、マリンでアコちゃんとデートができたっていう。いやー、これでしょ、やっぱり今シーズンのベストゲーム。なおかつロッテも勝ったっていうね、これはもうベストゲームと言わんと、もう何をベストゲームと、言うんだという感じですね。お酒なんかもね、飲みながら野球の話をしながら、見る野球もいいなと、改めて思ったポイントでもございましたし、ロッテも勝った、もう僕はこの日一番楽しかった、今シーズンの現地観戦で。現地観戦でね。ということで、ベストゲームの方を発表してまいりましたけれども、続きまして、ワーストゲームの方、いきたいなと思います。まあ、日ハム戦とホークス戦で負けた試合すべて、っていう結論に至りました。
今シーズンのワーストゲーム振り返ってみようか。まず日本ハム戦の、開幕3連戦でございますね。開幕戦と、3戦目、負けました。開幕戦というね、一番気合の入るところでまずねいきなり落としました。開幕3戦目に関しましてはね、まあこれも覚えてる方非常に多いと思うんですけれども、和田山口工作事件ね、はい、あれで同点に追いつかれて、さらには、9回の表逆転をされて、結果的に2対1でね、もうあとアウト何個で勝てるっていうところ、日本ハム戦開幕3連戦勝ち越しっていうところに行ったんですけどもね、残念なことが、起きてしまったということで、はい、まずこの2試合ワーストゲーム。それから、まあ5月のね、18、19に関してはここ日本ハム戦負けなかったんで現地で、まあここはまあベストゲームと言ってもいいかなとね、思います。まあ日本ハムに勝った試合に関しても、あのベストゲームだし、その代わり負けた試合ワーストゲームっていう、うん、そんな感じです今シーズンは。はい、そしてまあソフトバンク戦でございますね。ソフトバンク戦に関しては今シーズン3試合行ったんですけれども、全部ペイペイね。なかなかないぞ。俺だって22年間東京住みのやつが1年に2回、1年どころじゃないけどね、6月福岡行って10月福岡行ってるから、なんかほぼ福岡に実家がある人が行くぐらいのペースで福岡に行ったんよね今シーズン。はい、で2敗、1分け。それはもう福岡まで行ってるからね、ちょっと1試合ぐらいは勝ちたかったなっていうね。だって相性とかはね、その相手チームとのありますけど、確率で言ったらもう勝つか負けるかの 50% なわけですよ。で3試合行って 0% なんですよ勝率が。これいかんばい。まあ俺のただの運の悪さなんですけど、まあこの福岡に関してもね、特に6月23日なんかは、あの最終回にね2人が3ランホームランを打ってね、そこからちょっとミスで追いつかれ、まあここは負けずにね引き分けっていうところではあったんですけど、やっぱあれは勝てた試合プラス、この日でね一旦福岡終わってしまいましたから、なんとしてもこのね、福岡現地の一旦の最終日にね勝利をもぎ取りたかった、そしてラーソーメン食いたかったっていうのが、ありましたんで、ちょっとね、福岡ソフトバンクホークスと、日本ハムファイターズ、この2チームの現地観戦、負けた試合もしくは勝てた試合っていうところで、ワーストゲームこんな感じで紹介してきました。今年は俺は厳しいぞその代わりね、ベストゲームだったりとかも相当豪華ですから。っていう流れですね、ちょっとね、視聴者の方にも色々いただきましたんでね、ちょっと読んでいきたいかと思うんですけれども、ロッテのベストゲームどれっすかね？あれれれれ？これ見た感じなんか、一番冒頭にさ、日本ハムファンです、ハムファンです、タカトーです、タカファンです、タカベストゲーム、うわーまあ確かにこれは俺の質問が悪いわ。今シーズンある程度日本ハムファンとかホークスファンとかも増えてきた中で、ロッテの現地観戦ベストゲームワーストゲームを教えてくださいって僕言わなかったっすね。まあこれはしょうがないわ。皆さんのだもんね。大チャンネル視聴者みんなのだもんね。そりゃハムファン、ホークスファン多くなるわけだわ。まずなんかね、日本ファンです。7月21日のゾゾマリンで清宮が2本のホームランを打って逆転勝ちした試合がベストゲームだと。ハムファンです。4月28日の日本ハム対オリックス戦で1安打4得点という世にも奇妙な試合を見ましたと。ロッテ。ロッテの方を求めてますよ僕は。まあでもね、ロッテファンの方からもね、当然コメントの方いただいたんですけれども、やっぱりヒロミさんセットが、多めだったかなというふうに思います。まあワーストゲームは CS2 戦目って書いてる人が多かったですね。あとアウト2つで勝てるっていうところからの万波選手の同点ソロホームラン、そしてさよなら負けっていう、うん、まあこれは、まあ、CS まで行ったっていうね、もちろん感謝もありますけれども、ワーストゲームつか一番悔しい試合だったんじゃないかなってね、僕的には思いました。という感じで今シーズンの、ベスト現地ワースト現地、いかがだったでしょうか。まあなかなかあのねベスト3、まあ試合をポン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 発表していくのもいいんですけど、まあ特にワーストゲームに関しては本当にホークス戦と日ハム戦で負けまくったんで、現地以外でも相当負け越したんで、まあちょっともう負けた試合全部ってことでいいかなと。まあこれをねワーストゲームと捉えるのであれば、来シーズンベストゲームを増やせばいいわけですから。はい、そこをね、まあ、苦手克服に向けて選手の皆さんには、頑張ってほしいところなのかなと思っております。長い茶番に お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。でるるるる